戻ってこい。にゃー、もう嫌だ、もう嫌、もう嫌だ。は？スマブラはね、珍しい。まあでも、ももちといえばスマブラみたいなとこは。格ゲーキャラじゃなくてエンダーマンな。いや、一応ね、俺のスマブラ見てくれ。この精鋭たちだから。ちなみにスティーブさっき買いました。5分前に買いました。でも最強キャラよね、こいつ。最強キャラなんだよね。それは間違いないよね。最強キャラ使えば勝てるってことだよな。見せるか、トロッコシミ。ストリートファイターで鍛えた地上戦見せていくか。ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、あれどうやってんだ、ちょっと、あれどうやってんだ、ちょっと、トロッコが走り出したのよ、逆側に。あ、というか確かに俺ブロック使ってなかった。そうだ、ブロックを、そうなんや、ブロックを縦にして溜めるんや。なんで俺がブロック守らないか、ちょっと待って、違う、あっ、なんでだっけ。今ね、読み合いが、達人の読み合いがあった。今素人目にはなんでって思うかもしれんけど、あー、ちっていなかった、あーやーだーだーだー、よし生きてる生きてる、危ない危ない、だいぶ小さくはなってたけど、これやな、シンプルイズベスト。ミスター、みんなが言わないから、俺なの、ほほんキャフン、ほほん、あと10時間ぐらいやる感じですか。まああと1時間ぐらいかな、このペースだと。リップまでは戻ってこい。でもさっきからなんで作業台が出んの？なんか作業台放り捨ててない？あっ、ももちが勝った感じが全然しませんでした。いや、でもそれを言い出すと俺も負けた感じもしてない、負けたとは思ってない。にゃー、ねえ、なんなんこれ、なんでジャンプ消えたん今。入力。もう嫌だ、もう嫌、もう嫌だ、嫌だ、もう嫌。ちょっと楽しいスマブラが始まってきた。これよ、これスマブラは。嘘だろ、楽しかったじゃん途中まで。そう
いや、不良の事故。これなけりゃ買ってた。これが怖いとこやね、スマブラの。これ有利な状況でもね、ワンミスでもひっくり返るんよね。これ魔物。悔いが残る、今の。いや、今完全流れ来てたじゃん、こっちに。まあまあまあ、そうやね、切り替えていこう。これでへこたれるのが良くないから。巧妙な捨てゲーやん。お前、これが巧妙な捨てゲーだったら俺も全試合捨てゲーじゃねえ。ねえ、本当に。俺、崖の上で焚き火して、崖の上で焚き火しようと思ったらなんか、なんで落ちてんの？これや、焚き火しようと思っただけやのに。なんでこうなった？もう、うんこ！あー、うんこ！うんこなの。毎回これ。なんで俺が壁守ってる？ね、俺がなんで壁守ってる？本当にどんな軌道だよ。もうやだ、もう嫌。ね、崖があるのが嫌。ね、体力性がいい。ね、崖なしの体力性がいい。2ラウンドの99秒。ちょっともう滅しないことにする。それで負けてるから、それやんなきゃいいだけ。ちょっと滅さない方でいくわ。どっちがいいかなと思ってたんだけど、ちょっとね、復帰をね、甘く考えてたわ。まあこんなもんでいいかなっていう、どっかおごりがあったわ。もっと気合い入れてやるとこだったわ。まあ勝てばいい。最後に立ってんの誰かって話。俺がやりたいのは滅さないことじゃないか、勝つことだ。俺に課せられた試練、ノルマ、ミッション。今のしょうがなくない？今のってメツ？今のしょうがなくない？最後の。前回までのオンライン対戦に通信の切断やマナー違反と判断される行為があったため、一定時間オンライン対戦ができなくなりました。嘘だろ。バッドマナーユースケ、これ2回目。1回目ずーっとあのその場で波動拳連打してたらマナー違反でペナルティー食らったんだけど。嘘だろ。メツがダメ。そんなことある？38歳でペナルティ。そうだろう。今来たけどこの画面勘違いし。いや、俺は受け入れる。てか10分、仮にそうだとして10分甘くね。そうやろう。こんなことある？